ビヒター VS ユーベル、テンケンというストッパーがいない状態のリヒターにユーベルは勝てるのだろうか。リヒターはビアベルほど優しくないから、殺してもいいなら開幕行かれた質量攻撃か土に閉じ込めて圧殺して終わりな気がする。ビアベル戦並みに近づかれたらさすがに切られるだろうけど、うまく立ち回って距離を離せたらリヒター側が完封できそう。土に斬撃ってほぼ無意味だよね。試験編の受験者でリヒターに勝てるやつそんなにいないだろう。リヒターは3級のラビーネとカンネを1分かからず殺せるみたいだし、フリーレンを除く不合格者の中では多分一番1級に近かったよな。全部魔力陰徳迷宮徘徊おばさんが悪い。迷宮徘徊おばさん、岩なら切れそうにないけど土は切れるイメージできるかな。それによって話変わる。視界防げるから相性は悪くないよね。あとは軌道が読みづらいレイル財伝をビアベルみたいに防御魔法で防げるかってところかな。ビアベルは高速魔法があるからなのか、つかず離れずみたいな距離で戦っていたけど、リヒターみたいなタイプは普通に距離を取りそう。そうなると射程の短い斬撃魔法だけでは難しいな。いや、岩石であれ土砂であれこんなもん切れるのルパン三世の石川五右衛門ぐらいだろう。まだユーベルの特権の魔法が分かってないから判断するのは難しいな。脇や肩を露出する服装が好みみたいだから、無駄毛を永久脱毛する魔法でももらったんじゃないかな。ぶっちゃけユーベルは真正面から攻める無謀な戦い方しかしないので、質量攻撃で圧殺されるだけだと思う。フェルンやラントみたいに魔力隠しつつ不意打ちする方がよっぽど勝てる相手。ビヒター魔力探知はそこまで優れてるわけではなさそうだよね。センゼの気配に全く気づけなかったし。そう思われがちだけど、フリーレンの隙に気づけた一人なんで、どっちかっていうとゼンゼの陰陽がおかしいかと。ゼンゼの魔力陰徳能力はフリーレンより上や。ペラペラ会話しながらシュティル頭に乗せてるやつだぞ。フリーレンはシュティルをおびき出すため石のように身を潜めてやっとだったのに。こういった地の利を活用できる相手に正面から攻めるしかない時点で勝ち目薄いんだよね。もちろん建物の中とかだとリヒターは何もできなくなるが。電剣はラビカンが水に魔力込めたの探知できたけど、リヒターは分からなかったから、ヘルンやメトーデのような一流には届いてないのはまあその通りだけどね。魔力探知、魔力探知や隠蔽がうまいと判明してるのはフェルンランとゼンゼあたりだから、この辺とは相性悪そう。そもそも射程が違いすぎるから、ユーベルの間合い以内でスタートしない限りは基本無理じゃない。ビアベルの高速魔法や特権でもらった魔法が加わった状態ならどうなるかわからんが、一級試験に参加した段階でならリヒターの方が有利かなって思う。ソルガニールも強いには強いが、格上との戦闘にはあんま通用しないっぽいな。多分ビアベルなら弱点もわかってるだろうが、感覚でラーニングしたユーベルはわかるまで何年もかかるんだろうね。ソルガニール発動と岩石つぶてを複数飛ばすのとどちらが早いかね。あの高速魔法、ずっと標的を中止していないと無効っていう制約があるし。というかユーベルの強みがいまいちわからん。近接戦闘なら基本的に戦時の方が強いし、不意打ちや質量攻撃絡めてといった魔法使いの強みを活かせるわけでもない。一応ソルガニールはあるけど格上には役に立ってないし、たまに相性で在切りができるくらいだね。現状の強みは総合力なら普通に1級最弱クラスじゃない。メガネ君と比べても普通にメガネ君の方が優秀だろうしな。今回はユーベルに見つかったから本体で行かざるを得なかったけど、本来なら試験のように複数の分身を操って向かわせておけば負けはなかったしね。リヒターもそれなりに場数踏んでるだろうから、差しでの魔法使い同士の戦いではまず精神魔法と高速魔法を警戒するだろうね。ノイ戦だって最初にラント狙ってなきゃユーベル死んでたしな。相手の能力が未知数なら、まずは自分の攻撃範囲ギリギリからの遠距離攻撃で様子見がベストだしな。そこから相手がどう動くかで接近戦タイプか遠距離タイプかもわかるし。メタ的にはノーリスクで魔法ラーニングできるキャラなんてぶっ壊れもいいとこだから、扱い難しいだろうね。その要素自体はむしろ扱いやすいぞ。異常者のユーベルが共感できるキャラなんて限られてるからね。そのせいかソルガニール以外の手札増えてないっぽいし。視界に収めるだけで拘束できるの強いと思ったが、魔力探知で拘束できる魔法もあんのかよ。しかもそれで慌てないってことは、もっと別の厄介な条件の拘束魔法もあるわけだ。メガネ君曰く、基礎がおろそからしいから自力はあんまり高くなさそうだよね。ユーベル、ユーベルはゼンゼやブルブみたいな相性の良い相手には強いけど、今回の特務隊員みたいにシンプルに強い相手にはどうしようもないから、全体的に安定感がないんだよな。その点ではリヒターは大抵のことにはある程度なんとかできそうだし、安定感はあると思う。おっさんは年下に負けてるのが似合うキャラだけど、実際に弱いかどうかはまた別なんよな。複
属性って言っても質量攻撃も兼ね備えてる。全然相手に完封勝ちするんなし、切れるものじゃ普通に切られて接近されそうだけどな。全然戦は特攻刺さった形だから参考にならないと思う。しようとするなら固められた土や岩に切るイメージ持てるかっていう話になる。個人的には日常的に切るものだという認識ができる紙や布とは違うと思うわ。ユーベル最新は付近で塔ぶった切ってたから多分切るだけならまあいける。刃物で土石流山津波に対処するのはちょっと具が悪いかもな。ソルガニールって飛び道具のある魔法使い相手じゃ点で使えないよな。ずっと対象を目視する必要があるのが不明すぎる。多分ソルガニールって対象を無傷で捕獲、捕虜を一時的に拘束するための魔法であってあまり戦闘向きではないんだろうね。刺しならいいが、敵が複数いる戦闘では使うと不利まである。作中の描写見るに刺しでも相手が戦士とか前衛職だったら戦士の一足飛びの方が早いよね。ユーベルみたいな近距離タイプの魔法使いジャブが悪そう。切ることにこだわらないなら中遠距離からソルガ、ゾルトラークのコンボで済むだろうけど。ソルガニールは使い手のセンス大事だと思うな。相手にとって致命的な一瞬を見切って高速に持ち込めるかという。リアベルと違って若いユーベルはまだ新しいおもちゃぐらいの感覚でしか使えてないんじゃないか。そもそも切ったところで質量は減ってないからな。リヒターやカンネの魔法に正面から相手するならツワルトの魔法みたいに別の場所に飛ばすしかない。まあツワルトは自分を手にできるからやるメリットが全くないが、リヒター相手だと相性は悪いだろうな。モーセの実界みたいに津波や土砂全体を両断できるってんならワンチャンあるか。あれも切ってるというより水を操って壁を作ってるだけだろうから、ユーベルの魔法とはまた別ジャンルやろね。動かない岩を切るだけならともかく、高速で向かってくる岩を切っても危険なことに変わりないよな。切ってどうにかするのならルパンの石川五右衛門みたいに大岩を一瞬で細切れにできるくらいでないとな。少なくともユーベルがいつもの戦い方をしてたら勝てそうにない。リヒターは迷宮だから全然にあっさり貫かれる程度しか出せなかったんじゃないかって思ってしまう。これができるなら広いところなら一級相手にもワンチャン。格ゲー好きの俺からするとなぜゾルトラークという波動拳あるのに使わないのか疑問だ。確かに当たり前の攻撃すぎてあっさり防がれるだろうが、出し毒なんだから使えるなら使っていけ。基礎が不完全だから桜や弾の波動みたいに画面端まで届かないんだろう。ゾルトラークは防御魔法に対してはコスト勝ちできるけど、物質魔法とゾルトラークの比較だと物質魔法のがお安く、同じ魔力量同士の対決だとゾルトラーク使ってる方が先に息切れするっぽい。つうかゾルトラークは防御されるが物理魔法は防御できないから実質積み手にされるんだと思う。そもそもユーベルってどれくらいゾルトラークを扱えるんだろうか。あくまで一般攻撃魔法ってだけで自在に操れるのはフェルンやフリーレンクラフトかからじゃないのか。ユーベルにとってはレイルザイデンの方が使いやすいって話かもしれん。偏見だけどユーベルってあんまり魔力量多いイメージないな。リヒターはラビカンとの戦いでかなり多いみたいな描写あったけど、単に年長者だからかもしれんが、土ってリアルでも銃弾防げるぐらい信頼できる変態なんよ。ソルガニールは強いという話から始めるとして、近づかないで戦える&防御が岩に身を隠すのリヒターと相性がいまいち。岩操る前の初手で決められたらいけそうだけど、どうにもある程度は射程距離がありそうなのだな。